はいどうも、お疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして即活軸限定動画をご覧の皆様、えーと、1月27日金曜日の6時の相場解説、冷やしを見ております。冷やしの方ではですね、昨日、おとといと陰線だったものが、今日は陽線になっております。つまり、昨日は倍でえ勝利を得た人がいるってことですよね。これを今日は解説していきますけども、全体的なチャンネルラインはやっぱり変わりませんので、 基本的ににはセルで取っていく場面になります。だからこれ倍で取れるとしたら、まあ、相当上手にいくっていうところになりますだからこそ水曜日は暗中模索だったわけですよね暗中模索の中でも木曜日昨日ですね朝から挑戦したところによるとこれは利益が取れるような一日になったってことになります下下げ圧力の中で倍で取るっていうのはやっぱり難しいわけなんですけども今回は結構シンプルでしたそれを表しているのが4時間なんですけどもこの辺りを見ていただきたいんですよ ね、そうなると一つの特徴に気づきますそうですねはいダブルボトムってやつですよね上の方から下に向かっている安値圏でのダブルトップあダブルボトムと言えるんですけどもこれを昨日は細かく細かくやっていったわけですよねこれが1時間軸ですけどもダブルボトムはこことここですよいずれも赤い線を一つの基準としてやってますけども このの下にあるのはヒゲだけななんでですよね実体がないでしょだから急速に巻き戻って上の方に行ってますんでここはえぐり状態の中でもまああんまり考えなくてもいいつまり今回はダブルボートムっていうのは実体的で判断すればよかったってことになりますでその中でもねちょっと難しいのはこっちのヒゲが長かったってことですよねこのヒゲがだから一旦はこちらと比べてロスカットを食らったかもしれませんけどもそれでもねやっぱりこう ダブルボトムをすするなならららここか倍が入れられたはずなんですよそしてここで多くの方がやっぱり理覚して一旦 N を作って押し目を作ってここに伸びているっていう現象が見,見て取れますでもう一個新しい N がここで始まっている可能性があるでしょ、うん、でここで意識するのが、えー、エリオット波動なんですけどもエリオット波動にはならないとしてもこの2つの波がですねエリオット波動を思わせるなぐらいは頭に入れといてくださいね エリオット波動ではないんだけどもああそうだエリオット波動ってのがあったよねみたいなちょっと思い出す感覚ですはいそして今日考えることはこの今上昇が起きてる流れがですねこのネックラインに対して突き抜けてさらなる次の n を作って倍で取れていくのかそういう場合はここを抜けた時に倍を入れていただければと思いますそうじゃない限りはここで跳ね返って下の方に入るつまりは今度はダブルトップを作ってですね ここにレンジを形成する可能性があるよねってことですよね129円の、まあ、200あたりから130円の40460たりですか130円のこの辺りちょっとまたね大きめの1円と30ピップスぐらいの上下の幅なんですけども、まあ、それだけにこのレンジってのは安心して見て取れるかなと思いますもう一つのレンジを考えるとするとこのネックラインで割るって方法ですよね だから切り番でいくと129円の885から130円の460もしくは480あたりですかこの幅で見ることができますよねじゃあ今日金曜日は最後1週間の中でも月曜日に並んで難しい日ですけどもまああのリスクの取れない方はデモトレードでねリスクの取れる方は儲けたい方リスクを取ってでも儲けたい方はこの N g を取るのかレンジに戻るのかこの2点張りでいきましょう それではまた追加放送をさせてもらいますんで、FX オリアル日の方はお楽しみに。昨日は大きな利益を皆さんに取っていただいたと思いますけれども、いかがだったでしょうか